ようございます、のぼです。今栃木県を走っています。今日まで営業のキャンプ場へ向かっています。この先にキャンプ場があるらしいです。今日は私たち AC サイトですね。そうあと300メートルで着くみたいです。どんなキャンプ場なんでしょうね。あ、着いたな。到着です。あ、ダムがある。へえ。あ、いいとこじゃん。今日カンソロって言われてたんですけど、本当ですかね。真ん中、はい、いい子だね。ほら、このあんたシマシマが超かわいいね。こっちおいで、こっち、こっち、はいはい、頭かいいの？かい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 。別れか、別れたくない。そっか。おいで。おいでって言ってるよ、ばちゃん。わわわ。あ、すごい。ついにチューがしたいと言われてしまった。うん？って言うのお前。分かったよ。何がしてほしいの？かわいいなお前、本当に。超かわいいにゃんこが。お、愛されています。素敵なブチだね。はい、今日のキャンプ場、素敵な調理台あります。で、かわいい猫ちゃん入り付きです。あれはノラじゃない、この子は飼い猫だってよ。あのおばちゃんについてきちゃったんだって。あのおばちゃん家からついてきちゃったんだって。ほら、今日は4番サイトです。トイレに一番近いです。ちゃんとおじさんが入っといてくれました。あの子の兄弟みたいです。マークは違うけど柄は一緒です。まずはお昼ご飯を食べてから。ふーさんが作ってきた肉煮込みうどんでお昼です。この子がすごくまたフレンドリーです。ご飯がちゃんと食べられるでしょうか、不安です。つぐっとしてきた。あー、よさげだね。湯気が上がってきた。できました。フーさん特製ごぼう入り肉煮込みうどん、肉汁うどんです。美味しそうです。いい音です。もう一匹いました。今のところ全部で3匹、そして同じ柄です。どうしたもんですかね。設営終わりました。今日は AC サイト、温風暖房機と電気毛布、ホット座布団、照明はこれです。前室にはかわいいワンちゃんのマットを敷いてみました。外の暖房は400ワットだっけこれね、のカーボンヒーター、これでほかほかです。初めての試みでタープを張ってみました。片側を木に結びつけて屋根作ってみました。内側がギンギンのやつなので夏活躍してくれそうです。4メーター角のスクエアタープです。まあまあ使えそうです。一人で行くときも使えるかなって思ってます。湯沸かしポット、これが大活躍するんですよ。
夕食はテントの中でしようかなということで、今回はカセットコンロです。メニューはお楽しみ。こんなキャンプ場です。目の前に素敵なダムがあります。夏も涼しそうですね。今日のサイトです。毎回貸し切りのキャンプをやっていると、私たち普通のキャンプ場に行けそうにありません。静かでいいところです。今日も貸し切りです。大きいもみじ、そしてダムです。綺麗だな。はい、一段落したのでルイボスティーの金宮割りにします。ふーさん、これは何なんですか？ティッシュ。牛にいっぱいあった金塊だよね。金塊持ってきました。暗夜を温めているふーさんです。温かいものの後は飛行兵は行きません。やっぱり冷たいもんですよね。行きます。うん、美味しいです。あー、おー、ぴょん。2本目です。4時半です。こもってます。ふーさんがなんだっけ、ペンネグラタンを作ってくれます。